はい、やりますか。さあね、タイトルが書いてあるからね、やんねえわけにいかねえよな。ね、嘘になっちゃう。うちの子もね、いい加減だからね。こんなやっと歩ってる親だからね。よいしょ。さあ、小さい皿でいいな。小さい皿で十分です。歩ければな、幸せなんだけど、こんな不幸はないよね。ああ、一生懸命働いてきて、この足で涙が出るよ。ああ調整官で駆け上がって仕事したの、たまに夢に見る、うん。あの時はすごかったな。一生懸命働けた。あの時はすごかった。こんな足じゃ仲良はできない。仲良はできないわよ、この足じゃ。ねえ、この足じゃ仲良はできないわよ。どうせないわよ。よし、これでね、うん、なんかね、ベーコンと卵だけでいいかね。ベーコンと卵だけでいいのか。色にさ、色にね、あれ入れた方がいいんじゃない。色にさ、ほうれん草一つ入れた方がいいんじゃない。そういうのが綺麗なんじゃないね。やるね。やるね、うん、ね。乾燥になっちゃうとね、あれだからね、うん、ね、うん、こちらね、ありがとうね、ありがとう。大した料理じゃねえから期待しないでね、期待しないでね、皆さんね、期待しないで。もうね、めんどくせえから手でちぎっちゃうからね、もうね、何でも手でちぎっちゃうわよ、即席料理人だからね。もうね、体が悪いと洗ってあるから、洗ってね、水をね、やっといたの。ちょっと色にね、色がないと綺麗じゃないのよね。少しね、うん、色がなくちゃ綺麗じゃないのよ。
ちょっといるにね、うん、作るの、ゆうせいさんって、そう、うん、あのタイトル詐欺になっちゃうからね、うん、一応ね、簡単だよ、うん、簡単、ね、書いてあるからね、本当はね、うん、足が悪いのに気をつけてね、ありがとう、うん、ね、本当足悪いとね、なかなかこういうことできないよね、うん、ありがとうね、分かってくれる人は分かってくれるね、簡単だからね、こんな料理のうち入んないね、ちょっと強いかな、簡単だからね、よし、あとこれで卵を取ったらいいんだ、卵を取ってたね、ちょっとね、ちょっと足んないね、これがね、ちょっと足んない、卵の分だね、卵焼くのに油がないと焼けない、お皿の中にそれ入れちゃった、さあ、色合いにね、ほうれん草ね、ちょっと使えたね、料理ってさ色合いで違ってくるね、さあ、よし、よいしょ、あと卵やる、うわ、焦げちゃった、ベーコンが焦げちゃった、しょうがねえわ、うわ、あっちあっち、こんな暑いのにね、お買っては大変よね、え、みんなか家庭持ってると大変ね、この暑いのにさ、お買ってするのね、うん、大変だよね、うん、さあこれであと卵を落とせば終わりよ、簡単彼女、落とすのが大変よね、この縁にぶついたら熱いし、これ茹で目玉も大変よ、
何度か訪れたわ。後で片付けるからいいわ、何でも。ね、うん、簡単ね、こんなのね、うん、料理のうちは入んないよ。これでいいのかな。あと焼けたらここ焼ければいいんだよね。よし、これいいんだ。簡単かの字だ。これ落とすにさ、やっぱりこれ使わないとダメ。これ使わないとダメね。もういいみたいよ。よし、これで終わり。よし、これで終わりだろ。早いもんだ。おーし。はい、出来上がり。はい、出来上がり。おいしこで。はい、出来上がりました。ちょっと待ってね。箸をどこか。はい、これで出来上がったね。ありがとう。ありがとうね。今ね。なんで食べる？塩コショウ。何がいい？よいしょ。おーし、できたよ。これでね。さあ、これで塩コショウがいいのかな。塩コショウがいいかもね、うん、こういうんでご飯食べれば美味しいね。塩コショウにするかね。だって醤油かけたらさ、卵が汚くなっちゃうもんね、うん、色がね、うん、こんなもんでいいんじゃない。よし、これいいな。はい、出来上がりました。ありがとう。簡単なお料理でございます。ありがとうございます、うん、さあこれでどっこいしょ。さあできた。眠気覚めちゃった。こんだけのことやると、うん、やっぱり神経使うからね、うん、喋ってんとまた違うしね。神経使えば、うん、いくらかは違うわよね。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうね。皆さんありがとうございました。ありがとう。簡単なお料理、簡単なお料理、朝食なんですかって、うん、朝食みたいなもんね、うん、こんなもんだね、うん、こんなもんだね、うん、ね、卵焼き、ね、ベーコン、ね、あ、こちらほうれん草、うん、ね、ほうれん草、おいしそうって北斗さんが
ありがとうございます。ありがとう。ね、こんなん簡単だよね。料理のうち入らない。ね、こんな感じ。ね、不思議な時間に朝食作ってるってね。16個 KP。あ、そうなん、信行さん。じゃあ、俺言うか。ね、ありがとう。ありがとうね。ね、ね、簡単ね、こら。美味しそうでしょ。ね、ちょっと色にほうれん草を手でちぎって入れてみたよ。簡単な料理ね。うん、のあちゃんありがとう。うん、こちら寄せさん、目玉焼き見ながらビール飲みますって。あ、どうも。うん、北斗さんいいね。七子ありがとうございます。ありがとうございます。そうですか。うん、ね、ここのね、このなんだっけ、うん、ここから、うん、こちら、うん、このなんだっけ、パソコンから、うん、もし届けられるんだら、うん、こちらつまみに届けたいと思いますけど、うん、これでは届けられないですね。ありがとう、ありがとう。あ、よしみちゃんいいね。10個ありがとうね。うん、ありがとう。よしみちゃんいいね。10個ありがとう。のあちゃんが KP5 個ありがとうございます。ありがとう。こちらふわふわふわちゃん、こんにちは。盛り付けも綺麗ですねって。ありがとう。初コメの方ありがとうね。適当に私盛り付けただけよ、自分で。うん、ね、こうにね、簡単よね。今さ、うん、あのちょうどほうれん草ちょっとね、バター炒めやるけど、うん、ちょっともらってね、うん、色合いに入れましたね。うん、ふわふわふわちゃん、よろしかったらナイス、よろしくお願いしますね。ありがとう、ありがとうね。うん、ありがとう。食べてみる、食べてみるね。うん、食べてみるかね。うん、美味しいかわかんねえよね。食べてみるね。うん、ありがとう、ありがとうね。114名の閲覧の方、よろしかったら、よろしかったらナイス、ナイス、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね、皆さんね。たとえ1ナイス2にナイスでも結構でございます。よろしく、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう、皆さんありがとうね。うん、ね、こんな感じね。食べてみます、食べてみます。うん、うん、美味しいでしょ。うん、すぐできちゃう料理ね。うん、朝食はいいやね、これでね。お昼とか夜じゃちょっと物足んないね。うん、これじゃね。うん、そうだわよね。うん、美味しい。うん、ほうれん草もいいね、色合いにね。うん、ね、ほうれん草を茹でるとすちっちゃくなっちゃうからね。そう、うん、ビールが吸いますね。笑うってどうですか。うん、ね、うん、こちらよしみちゃん KP10 個ありがとう、ありがとうね。のあちゃんも KP5 個ありがとうございます。ありがとうね。うん、おいしい、おいしいよ。うん、ありがとうございます。うん、ほうれん草もさ、生でこうできればいいね。うん、ね、茹でると小さくなっちゃう。あー、黄身が崩れちゃった。こうなると汚そうね。うん、黄身が崩れちゃったね、ね。うん、こういうご飯が一番いいね。うん、うん、
美味しいです。うん、美味しいね、うん、目が覚めました、うん、食べたら目が覚めました、うん。